おはようございます、インディーズの拓也です。静岡県の緊急事態宣言が解除されて初めての週末になるんですけど、まあ、そんなに人の動きはなさそうかなっていう感じです。まあね、ここが我慢どころだと思うので皆さんも頑張っていきましょう。今日はですね、伊豆海洋公園の、営業再開に向けて施設の、整備ですね、これを、また伊東市ダイバーズ協議会、の活動の一環として、行っていきます。その後は海洋調査もさせてもらえるということですので、海洋公園の、海の情報を発信していきます。そして見てください、この間やったこの合わないずれちゃうスイッチブレード、改造して、しっかりぴったり合うようになってます、ね、これの実際にこの海で使ってみた感じもお伝えできればなと思ってますので、天気も良さそうです。行ってきます。関東圏のダイバーなら一度は潜ったことがあるであろう、こちら伊豆海洋公園です。昨日までのうねりの影響が若干残ってましたが、まずまずのコンディションでした。作業後は海洋調査へ行ってきました。海洋公園に潜るのはもうそれこそ 3,4 ヶ月ぶりぐらいですね。いろいろ回ってみます。海洋公園といえばという水中ポストですね。受付でハガキを買って実際に投函して届けることができます。ぜひやってみてください。早速スイッチブレード使ってみます。フィルターオンですね。これはマゼンタのフィルターを使ってます。水深は17メートルぐらい。やっぱり若干雰囲気が変わりますね。外してみます。こんな感じ。動かない生き物を使ってマクロのレンズも使ってみましょう。これつけてない状態です。はい、じゃあつけて撮ってみます。お、結構こう合うかと思いきや、寄りすぎるとさすがに限界がある感じがしますね。まあ結構優秀なんじゃないでしょうか。ちなみに猛毒です。これもマクロレンズを取り付けた状態で撮影をしてます。 GoPro の弱点が見事に解消されてますね。タカノハダイによく似ていますが、これは右巻きですね。タカノハダイよりも少し深いエリアに生息しています。ちょっと GoPro なので寄り切れず近くでお見せできないのが残念ですが、サクラダイのオスです。綺麗ですね。これはトラウツボですね。この角みたいになってるところ見えます？これね、実は人間でいう鼻の穴になるんですね。なぜ伸びたんでしょうか。ほんの一瞬しか撮れてないんですが、レンテンヤッコもいました。このチラッと撮れた後にもうピューですね。いやー綺麗でした。というわけで帰ります。お疲れ様でした。ポイント自体の動き始めが、ポイント自体が動き始まったら、施設のね、紹介、この皆さんが施設に来た時に、トイレどこだっけとか、このロッカーどういう風に使うんだっけみたいな施設の紹介も動画にしていったりすると、実際に海に行った時にね、皆さんが迷ったり不安になったりしないかなと思うので、そんなところも各ポイントに協力してもらいながら、そんな動画の発信も今後考えてます。いや、日々ダイビングができるっていうことが、
とにかくこの喜びをかみしめながら潜ってます。皆さんと共有したいです。ではまた。